カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よカレーさんに行ってまいりました。こちらのお店は大塚駅から歩いてすぐのところにありますカレー屋さんで、もともとは曲がりカレーを経て実店舗化されたお店となっております。もうね、曲がりカレーの時代からカレー好きの方やカレーマニアの方からね、人気も高くて有名なお店の出身の方ということもあり、もう今では人気のカレー屋さんとなっております。もう各メディアだったり雑誌だったりとかでも見ることのあるそんなお店、本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレーどん。こちらが富山カレーさんのメニュー表。富山カレーさんは前金制となっているので、外で決めていくのがおすすめ。メニューはカレー2種盛りの一択となっており、その他トッピングもできます。ご飯大盛り無料が嬉しい限り。こちらが本日のカレー2種盛りに、トッピングゆで卵、ほうれん草、ひよこ豆と豚キーマに大根と鶏キーマの2種。でっかい大根もしっかりと乗っかって、ゆで卵もキラリと光っております。マッシュポテトがついてるのが嬉しく、こちらでしっかりと2種盛りになっている模様。それでは本日もいただきます。本日はひよこ豆と豚キーマの方から。一口食べるとしっかりのスパイス感、肉感で本日もうまし。見た目が同じように見えますが、ちゃんと2種盛りにされており、お肉の種類が違う感じや、口の中に入れると感じる甘みや、後から来るクローブの香りがまた癖になる。トッピングしたほうれん草を楽しみつつ、カレー2種類の方向性は同じながらも、お肉の違いやさっぱり感や、なんとなく食べ進めていくうちに混ざっていく感じを楽しむのがおすすめ。大きく入った大根のボリューム感も楽しみながら、しっかりとカレーを吸い込んでいる感じも楽しめる。その後はついてくるマッシュポテトをカレーと楽しんだり、カレーとライスとマッシュポテトでいろいろ楽しんだりと、スプーンをガツガツ進めていく次は、カットされているゆで卵を割りつつ、切り口の綺麗さにもワクワクしながら、それぞれをカレーと一緒に食べてみたり、ほうれん草カレー卵のフルコンボで食べてみると、もはやまろやかさ、ほうれん草の味わい、肉感などのミックスがたまりません。食べた後に口の中に残るクローブの香りにニコニコしながら、優しいタイプで食べやすいと人気も納得。本日も完食ごちそうさまでした。食べ終わった時の爽快感、あのビジュアルが本当に抹茶色で、これぞカレーといった見た目。そして2種盛りなんですけども、境目がね、パッと見はわからないんですけども、しっかりとお肉の種類も違いますし、味の方向性は一緒なんですけども、口の中に入れた瞬間にほんのり甘く、その後に抜けるクローブの香りが本当に爽快で、食べ終わった後にも口の中にね、結構クローブの香り残って、こうふわっとスパイスの香りが抜けていって、お店出た頃にはさっぱりとできる、そんなカレーでございました。いや本当に美味しい美味しいと皆さん言うのも分かりますし、まあ今回ほうれん草とゆで卵をトッピングしていただいたんですけども、やっぱりね、しっかり抜群の相性も良く、そのシンプルな見た目、そしてシンプルなトッピングながらもちゃんと美味しいといった、そんなカレーでございます。結構お店は、テーブル席が一つとカウンターなので、あまり広くはないんですけども、学生の方だったりとか若いお客さんのイメージが結構ありまして、カップルの方も来られてる、そんなお店となっておりました。もうね、美味しいのは間違いなく、もう人気店なので、ぜひ皆さんも近くに行った際には行ってみてください。はい、というわけで、カレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろん、こちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほら、皆さん、また明日。バイバイ。